ピスカタキス軍はアメリカ合衆国メイン州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,535人であり、2000年の17,235人から1.7%増加した。軍庁所在地はドーバー・フォックス・クロフト町であり、同軍で人口最大の町でもある。陸地面積では、 ミシシッピガワイ島で最大級の軍である。フレデリック・ジャクソン・ターラーによるフロンティア軍、すなわち1平方マイルあたりの人口が6人未満に該当する。このような軍はアメリカ合衆国北東部でニューヨーク州ハミルトン軍とこのピスカタキス軍の二つだけである。広大な元気地であるバックスター州立公園が軍内にある。 ピスカタキス軍は1838年3月23日に隣接するペノブスコット軍とサマセット軍の一部を合わせて設立されたメイン州の地理的中心にある当初は北のカナダ国境まで伸びていたが1844年に北部がアルーストック軍に併合されたピスカタキスという軍名はアベナ貴族インディアンの言葉で川の支流または 川の分かれ目を意味する。ライアノンビリングス、ダキアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は4377.36平方マイルであり、このうち陸地3966.22平方マイル、水域は411.14平方マイルで、水域率は9.39%である。軍内最大の湖は、ムースヘッド湖であり、 広さは120平方マイルある。最高地点はメイン州の最高地点でもあるカターディンソンであり、標高は5271フィートである。州の地理重心がドーバー・フォックス・クロフト町のグリーリーランディングにある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ピスカタキス軍は国内でも宗教を信じる人の比率が少ない軍である。 定期的に礼拝に出席する人あるいは、宗派の会員であると主張する人は、人口の20.5%に過ぎず、全米3148軍の中で、第3085位である。メイン州では16軍のうち、第10位である。州全体でも信仰者の比率は27%で、あり、国内では、最も低い。 ピスカタキス軍は3人の委員による軍政委員会によって管理されており、委員は3つの選挙区の代表である。任期は4年間であり、11月に行われる選挙の結果を受けて、翌年1月1日から任期が始まる。委員会は通常、毎月第1と第3火曜日にドーバー・フォックス・クロフト町の軍庁舎で開催される。午前8時半に始まり、 その日の議題が終わるまで続く。地区第一地区には、アボット、ビーバー、グリーンビル、ギルフォード、キングズベリー、モンソン、パークマン、シャーリー、ウェリントンの町が含まれ、他に未編入のブランチャード、エディオッツビル、ノースウエストピスカタキスがある。第2地区には、ドーバー・フォックスクロフト、サンガービル、ウィリマンティックの町が入っている。第3地区には、アトキンソン、ボーアーバンク、 ブラウンビル、レイクビュープランテーション、メドフォード、ミロ、セベックの町が含まれる。他に未編入のバーナード、エビーム、カターディン・アイアンワークス、オーオンビル、ウィリアムズバーグ、ノースイース・トピスカタキスがある。軍政委員2012年に行われた第2、区軍政委員の選挙で、共和党候補のジェームズ・アニスが総投票数の52%を得た。 民主党候補のスーザン・マッキー・アンドリューズは48%だった。第三地区では、共和党現職のフレデリック・トラスクが50.2%、1282票、民主党候補のドナルド・クロスマンが49.8%、1271票となり、その差は11票だった。数え直しが行われた後に確認された。州知事2010年メイン州知事選挙では、 共和党候補のポール・レ・ページが48.4%を得て第1位になった。この選挙には3人の無所属候補が出馬しており、エリオット・カトラーが第2位の36.5%だった。民主党候補のリビー・ミッチェルは10.9%の第3位だった。レ・ページが州知事に当選した。2006年の州知事選挙では、 共和党候補のチャンドラー・ウッドコックが37.7%で、第1位、民主党現職のジョン・バルダッチが34.5%で、第2位、無所属のバーバラ・メリルの19.7%、緑の党のパッド・ラ・マーシュの7.4%と、続いた。結果は、バルダッチが再選された。2002年の州知事選挙では、民主党候補のバルダッチが50.4%と、 過半数を獲得した。共和党候補のピーター・シアンシェットは42.9%、緑の党のジョナサン・カーターが5.1%だった。バルダッチが当選した。1998年州知事選挙では、無所属のアンガス・キングが50.2%と過半数を取った。共和党候補のジェームズ・ロングリー・ジュニアは26.6%、 民主党候補のトム・コノリーが10.7%であり、残り12.5%を他の候補が分け合った。キングスが当選した。アメリカ合衆国会議員、アメリカ合衆国会議員の選挙では、ピスカタキス軍の全体がメイン州第2選挙区に入っており、広さではメイン州の80%を占め、ミシシッピ側伊東では最大である。二千十二年の選挙では、 民主党現職のマイケル・ミショードが53%を獲得した。共和党候補のケビン・レイは47%だった。ミショードが再選された。アメリカ合衆国上院議員2012年、アメリカ合衆国上院議員選挙では、無所属で前知事のアンガス・キングが45.7%を獲得した。共和党候補のチャールズ・サマーズは40.1%。 民主党候補のシンシアデルは10.4%だった。キングが当選した。アメリカ合衆国大統領2012年では、共和党候補のミッド・ロムニーが50.6%と、過半数を獲得した。民主党現職のバラク・オバマは46.3%だった。リバタリアン党や緑の党の候補は1%台だった。オバマが再選された。2008年では、 メイン州で唯一共和党候補を支持した軍となった。ニューイングランド全域でも、ジョン・マケインを支持したのは5軍に過ぎなかった。マケインは、ピスカタキス軍を3.8%差で制したが、州全体では17.3%差で、オバマが制した。2004年では、共和党現職のジョージ・ W ・ブッシュを支持した、州内2軍の一つとなった。ブッシュは9%差で、 ピスカタキス軍を制したが、州全体は民主党候補のジョン・ケリーが9%差で制した。2000年ではブッシュが11.9%差で軍を制したが、州全体では民主党候補のアルゴアが5.1%差で制した。1996年では民主党現職のビルク・リントンが48.7%を得て第1位となり、 1968年以来の民主党勝利となった。1992年では無所属のロスペローが36.8%を得て第1位となり、州内ではペローが勝った3軍の一つとなった。ありがとうございます。